ライブは漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では127番目に置かれる。ライジは農地を耕すため土をかき起こし草を刈る、農具である隙、あるいはその柄を意味する。説問開示は木で雑草を表す、を隙様子にかたどるとする。変貌の意図としては、農具や工作に関することを示す。この時左側の辺の位置に置かれる。 なお、印刷書体において、後期辞典は一画目を、右から下に払う筆画とした。現在、日本の新字体、中国の新字型は、項のように左から右への横角としている。ただし、日本の場合、常用漢字表内の項、項、関の三字のみの適用であり、表外字は、後期辞典体に従う。ちなみに、 人名用漢字には雷を含む漢字は2007年8月の時点では一時もない。ジス X0208 では雷を含む漢字は常用漢字の3字を除いてすべて第二水準に属しており、1983年の改定で時系変更の対象となったものは一時もなく、使用頻度も高くないので、示す変や侵入のような混乱はあまり起きていない。なお、 台湾の国字標準自体、香港の常用アザ字形表は、後期辞典に従い、右から左の払いである。また、現在、正式な使い方ではないが、木の略字に、雷が使われることはよくある。この場合、普通は一画目は横棒の形を使う。木、または、木たるを構成要素に持つ字も、木、または、木たるの部分を、雷に置き換えることがある。 走行に、来来、ありがとうございます。